さあこんにちは、マーティンダーミアクーバー金田です。オリックス広島日本ハム横浜在籍の先発リーフ両方もなせるピッチャー宮本幸信さんの操作を言います。オリックス時代はまあ中継ぎとして先発両方起用しましたけどもね、はい、確かに2桁勝利はまだなかったけどね、はい、実は1イニング 3つのデッドボールを与えてしまった悪送球ピッチャーです。これは危険球になってもしょうがないほどのピッチャー、危険球退場ですね、これはね。だけどならなかったんだね、その精度はね、はい、いやー驚きました。広島へ移籍してからなんと2桁10勝をマークしました。この2桁だけでしたね、はい。その後日本ハムは中継ぎに転向したそうでございまして、本当に変化球多彩、ストレートを中心にも変化球多彩の7色の変化球を持つピッチャーですね、はい。横浜ではまあ、まあ出てないけども、まあ最後の最後まで活躍した選手ではございます、はい。確かに先発中継ぎ両方こなすの大変なもんでございます。2桁勝利マークしたのは広島時代だけ、あとは先発でまあ2桁全く届かない年が多いですね、はい。いやー苦戦してますね、はい。というわけで以上です。バイバイ。